杉本商店の杉本と申します。よろしくお願いいたします。えー、まあ私はですね、まあ見ていただいて。 でわかるかとは思うんですが、えー、乾燥しいたけを、えー、世界中に販売させていただいてます。ただあの私たちの商品はですね非常にあのニッチな、えー、商品ですのでまずあのどういうものかっていうのを知ってもらうっていうことが非常に大切なんですね。えー、ですのでまあちょっとこういう形をあこういう格好をしてですねあの外国の商談であったり展示会というものに参加をしております。えー、それでは、えー、ちょっと発表させていただきたいと思います。えー 私たちあの杉本商店はですねあの先日行われました、えー、サステナーアワード2020伝えたい日本のサステナブル、えー、こちらの方で大賞、えー、をいただきましたでこの動画っていうのはですね実はあのー、この、あのー、コンテストに応募するために作ったものではなかったんですね本当の目的はですね、あのー、ほぼコロナウイルスで全ての商談がオンラインになってしまいました。 で皆さんも多分ご経験あるかと思うんですがオンライン商談というのはなかなかその相手に伝えるというのが非常に難しいんですね、まあ、そこでどうやったら相手に伝われるのかなということであの模索している中であの動画を作ったんですね、えーまあ、要は自分たちがあの気づいたのはですねあのコロナによって物は動かなくなりましたけど 動けなくなったのはですねあの人間だけで物と情報は動いているなと感じたんですね、まあ、つまりそういうあの会えないときだからこそまずあの商談のときはです、ね、商品よりもあの相手からまずどういうふうに信用あのあこの人たちからだったら物を買ってもいいなと思ってもらうかということが非常に重要だなという,ふうに感じました、えー、まずちょっとその動画を見ていただきたいと思いますよろしくお願いします 絶対にあの真似できないのって産地なんですよ最終的に。私たちの一番大きな使命というのはシイタケを販売し続けることではなくて、近隣の生産者さんたちが作ったシイタケをいかに買い続けられるかということにあると思うんですね。一番価値を持ってくるっていうのはその土地でしかできないものだと思うんです。それがたまたま我々の会社の周りにはあって。 いかにににそれを大事にして世界に広めるなってくると思うんですね九州中央産地はやっぱり原木しいたけにはもう最適な環境なのでクヌギの栄養成分ですねそれが豊富な上にこの寒暖の刺激でじっくり育つことによってさらにうまみが増すということでもう恵まれてると思いますけどね九州のこの環境というのはですね。 僕たちの周り九州にはですね、あのクノギの木が非常にたくさん自生しています。クノギの木っていうのは面白くて、あの木を切った後にですね、そこから勝手に芽が出て、また15年で元に戻ってしまうんですね。で15年経ったものをもう一回また切るっていう。ものすごくもう昔から続いているその循環型の栽培方法なんですね。まあ、残念なことにその。 生産者の方がですねどんどん高齢化していってるんですねもう切らなくなったから余ってるっていう原木を買わせてもらって危険な作業を僕たちが受け売ったりしいた栽培のすごく難しいところで春の収穫期とですねその種ごまを打つ作業の時期っていうのが重なってしまうので近隣のですね福祉作業所さんに えー、駒打ちの作業をお願いしてその利用者さんたちにもちゃんと収入が生まれてで高齢者の方の作業の負担も減ってまた栽培を続けてもらうっていう活動を今やってるところです一年間通してあのいろんな作業がこう生まれてるのでもうありがたいですね、はい、利用者さんたちも毎日頑張っております 地域の方々のおかげもあったり自然の環境のおかげでもあったりですねこういう環境財源ってやっぱできないからですねここでしか作れないっていう元々のそのプロセスだと思うんでこれがやっぱり一番実は価値があることだと思うんですよね中中という山の中の産地なんですけどこの産地を生かしてそこに住んでいる人たちみんなでこう連携をしてですね世界中と商売をして お金をそこからもらもって栽培を持続していく生産を持続していくっていうところが、まあ、今一番僕らが取り組んでいるところ。 えー、私たちのですね、あの販売している星シイタケというのは残念ながらまだあの世界に市場あの売り場がないんですね。まあ、つまりあのインポーターにですね、あのどんなにあの紹介しても。 彼らもどこで売っ,てり売ったららいいか分からないっていかかななう状況なんですなですが、まずこういうものを使って相手に伝えることによってあもしかしたらこういうところだったら売れるのかもしれないなというところを考えてもらいながら進んでいく必要がありますでそんな中、私たちが、まあ、あのどういうふうにしたら輸出できるのかというので一番最初にあの取り組んだのは実は越境 EC でした、えー、皮肉なことにこの越境 EC というのはあのコロナ禍で大きく伸びた、えー、の市場 でありました、えー、越境 EC での販売を先行させていた私たちはですねあの末端のお客様からどうあのどうやったらその僕たちの商品を支持してもらえるのかっていうことにあの注力しました、えー、お財布からですね本当にお金を出して買っていただけるお客様たちに一体どういうメッセージがつあの刺さるんだろうということをあの 知る必要があるっていうのが大きな気づきだったんですねで、エンドユーザーの方に指示されたものは逆に言うとバイヤーの方たちにも伝わるあの非常に強い刺さるメッセージだったんです、えー SNS は実は、我々は実験の場と捉えています。これはですね、末端のエンドユーザーの方たちが日々、心を動かされる情報は一体何なんだろうということを繰り返し試しています。例えば料理の動画であったり、調理法であったり、生産者の風景であったり、いろんな情報を流すことによって、その反応を見ながら、えー、より伝わるプレゼンだったり、より伝わる商品というのを作ろうとしています。 えー、欧米のですね、えー、ビーガン市場との親和性についてちょっとお話をしておきたいと思います。もともと、あのー、キのコの食習慣があるですね、あのー、国々なんですけどもそこで売られているもののほとんどが中国産なんですね、でその中国産のものと、えー、僕たちの、えー、商品っていうのを比較したときに一番最初に僕たちの商品の良さ、えー、これに、あのー、気づいてくれたのはビーガンの方たちでしたで。我々にとって あの一番そ,のそれが大きかったんですけど彼らにとってです、ね、あの私たちが紹介する日本産の原木栽培の干し椎茸っていうのはあの彼らがびっくりするほどのうまみと食感を持っている唯一の食材だったんですね、えー、新しい販路としてですね、えーとビンガン市場 えのより一層あの販路開拓をしたいなと思ったときに GFP のビジネスパートナーとのマッチングというサービスをあの利用させていただきましたでここで,です、ね、知り合ったあのジャポンテの江口さんという方実はです、ね、偶然にも元ビタミン研究のプロだったんですねで彼からシイタケが持っているビタミン D についての有効性を非常にあのいろいろ教えてもらって今、あの ものすごいニッチな市場ではあるんですが、えー、とビーガン市場をより開拓しようということで、えー、進めていってます、あのー、僕たちみたいなあのニッチな市場の商品というのはなかなかその売り場がないというところであの前に進みにくいんですけどもその代わり確実な成長と大きなあの確実なあの収益をもたらしてくれてます時間はかかるんですけどままだまだ、あのー 伸びる余地があるんですね、でそして我々のあの乾燥しいたけだけではなくてです、ね、実は日本中に同じような商品がたくさんあると思います、でぜひあのその方たちにもです、ね、あの我々と同じようにあのいろんなあのトライをしながらです、ね、あの新しい市場を積極的にあの開拓していっていただきたいなと思います。えー、ちょっとあの後半あの えー、ちょっと早足になりましたが、以上で私の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました質問いただいているのが、やはり皆さん、関心がおありになるのか、アマゾンで米国でやる中でのこう物流だったり、はい、その出品において、はい A まあ多分手続きとかどこが難しいのかとかそういうのも皆さん興味があると思うんですけど、はい、その辺いかがですかよくそれ聞かれる質問なのであのお答えするとですね実はもうすでに日本でそういうサービスを提供してらっしゃる会社が数社ございますで我々もまさにそこを利用させていただいて輸出をし向こうで受け取っていただいてでアマゾンの倉庫に入れるという作業をしています。 じゃあ、杉本さんの方でこうで0、はい、から100までやるっていうのではもちろんなくて、その方に任せれば、ええ、そうですね、あのーはい、もちろんその出店の,あの申し込みというか、うアメリカの,そのアカウントを取るっていうところは我々でやらなきゃいけないんですけど、はい、アカウントさイト開いてしまえば、うん、えその物流に関してはもあの代行。 アマゾン納品代行という表現になると思うんですがそう,うそういうのをビジネスにされていらっしゃる方もいらっしゃいますのでそういううとところと連携そですね。ぜひ GFP でもそういう、ね、あの連携も促していければと思います。その観点でいうとアメリカやっぱりアマゾンがまあ e コマースでは圧倒的だと思うんですけど私の言ったことだとこのヤミバイとか,だったかなアメリカのこのアジア系の e コマースとかもあとまあオルマートとかスーパーも e コマースやってると思いますけど杉本さんの今後のこう展開として 他の E コマースだったり、他の氷だったり、はい、その辺どうですか、ね、はい、えーと、実はもうアメリカの方はですね、その中華系の WEE、えー、と,という、WEE <あ>さんでも販売をしていただいて、まあ、今ちょっとストップしてますけども、えー、あと、えー、東海岸を中心にですね、えー、やってるあのミルクストリートという。 はいえー、そこからもオーダーをいただいて、あのー、今、あのーまあ、順調にちょっと進んでいるかなと、まあ、ただやっぱりそこに至るまでに、やっぱ数年かかったなというのが正直なところですね。はい、もうアメリカは、e、コマースの方がこう 販売しやすいというか、そういうういいとところですかまずですねアメリカの市場で我々の商品を売ろうとすると多分西海岸中心のですね、えー、日系スーパーさんぐらいしか多分置くところがないかなと、まあねえー、ウォルマート見てもあの中国産のものが1品あるか2品あるかぐらいのレベルなのでそういったところでこう現地のですねディストリビュー,サーターさんたちに、えー、と売ってくださいって言っても多分、うん どうにもこうにも進まないなという状態なんですなので今は先行して、えー、とやっぱり e コマースをもうちょっと伸ばしていく必要があるなというふうには感じていいまますす、ねはい、ありがとうございますちょっと今追加でいただいて、ちょっとまあ杉本さんの商品は基本じ、常温で、とこですねですアマゾンはこの冷蔵、冷凍に対応されているかという質問はありました,どどそれ何か伺ったことありますか、ね、ちょっとごめんなさい、私はちょっと情報がないですけど。 今後、日本の色んなものを出すとなるとその辺、物流というかそその辺も大事になってくるで、ねええ、そうですね特、はい、杉本さんのやってる中ではその物流面でその倉庫に早く入れなきゃいけないとか,なんかそういう物流面の苦労とか特段<あ>っ、そこまではないです。というのが絵、ね、って思われるかもしれないですけど、はいえー、私たちの商品ってほとんど空気を輸出しているようなもんなんですね。 あの軽くて軽くて傘があるっていう感じなので、で実はあの船なんかで出すより飛行機で出した方が安かったりするパターンも結構多くて、実はアメリカに出すことを申し上げるとほぼあの飛行機です。エアでやられてます、ね。はエアでやっとります。なるほど、ありがとうございます。